久々にやってこんなハマると思ってなかった。うわ聞いてるね。あダンパー聞いてます。あウェーイイェーイこの輝きね、念願のターボオプティマ仕上がりましたんで、あとは走らせいくだけですね。そうですね、はい、楽しみです。今度の走行会の時に持ってって徳井さんに渡そうと思います。レトロキッズ、どうもチャンネルレトロキッズへようこそ。鉄尾キッズです。さあ今回ついにやってまいりました。徳井さんとずっとターボオプティマを作ってたんですが完成しましたので、つくばラジコンパークへやってまいりました。やったー来たぞ。来ました。ついにすごいでかいね。ここめちゃめちゃでかいんですよ。でも日本でも最高峰のサーキット。東京から1時間、まあ、15分ぐらいかな、はい、めっちゃいいね、こんなのがあったら。ですよ、ここはすごいです。もうほんと1日遊んでられるんです。で今回は後輩の鉄球くんも。鉄球くん、どうも、はい、吉本4年目のマーブル B の加藤鉄球と申します。鉄球誰なのまあ鉄球くんとだけ覚えてくださったら、はい、鉄球くんね、マーブル B、 マーブル B の方で、はい、というわけで、今回ちょっと宿題もありましたよね。はい、はい、ラジコンのボディにまだステッカーを貼ってなかったんで、ドライバー人形の方は私が、はい、ということでお待たせして、はい、で、ボディの方にステッカーを貼ってくるという宿題があったと思うんですけれども、はい、その辺はバッチリですか。ちょっとバタバタしておりました。いや今朝、はい、7時に起きて、はい、ちょっとだけ貼ってきました。あちょっとだけ、はい、まあ、10時に出ようと思ったんですよ。ああ。でまあ、ちょっとなんやかんやしてるうちに9時になりまして、あれあとなりますよ。朝ってそうなんですよ。朝ってそうでしょ、はい、大体そうです。まあ多分近所のカフェにカフェオレ買いに行ったのがまずかったと思う。それですね。ちょっとステッカーはやばいやばいと思って一応ちょっとだけ貼って、はい、来まして。なるほど、はい、じゃあちょっとそちらの方もちょっと後ほど見せていただいて、はい、で私 の, ドライバー人形の方も、はいはいはい、ぜひぜひ楽しみにしてますよ。これも鉄尾キッズの、はい、やっぱり腕が光るわけでしょ。やっぱりあ、まあ、ちゃんと頑張りました。ありがとうございます、はい、ちゃんと頑張りましたので、今日はラジコン一日楽しもうと思います。いや徳井さん、はい、ロケのスケジュール的なものとかオープニングとか関係なくガンガンにもう走らせてるじゃないですか。ちょっともう我慢できない。一旦この骨の状態で一回ずつ走らせて。ボディがね。もう走らせたくてたまんなくなっちゃったんですね。やっぱ鉄夫さんの、はい、ほらドライバー、はい、それをちょっと装着してからボディつけたいんで。あなるほど。一旦もうこれでちょっと一回、はい、もうなんせもう。40年ぶりぐらいのラジコンやから。つうかめっちゃうまいっすね。いやでももうあとアクセル開けれへんな、こういうとこしか。あでもうまっ。やばい楽しい。普通に僕なんかよりうまいっす。鉄道さんが楽しいです。楽しいです。めちゃくちゃ楽しいです。さあ徳井さん、はい、はい、ドライバー人形、はい、作ってまいりました。ちょっとネジがいるんで胴体と体がくっついてませんが、はいはいはい、はい、いや嬉しい、はい、プロのね、塗装技術。いや、ハードル上げてください。だってプロでしょ。いや、プロではないです。ほぼ、はい、そう、はい、とか緑と黒の。あ、そうですそうです。すごっ。で、ドライバーの、え、すごい。いやすごいな。いい感じになりましたよね。すごい。え、これすごいやん。あ、本当ですか。あ、嬉しい。え、なんか製品みたい。え、すごいな、はい。え、これ肌色とかも別にこれ真っ白やったやん。はい、そうです。
すごいな、やっぱすごいボディーが大きいぞ。ありがとうございます。で、顔面見てください、顔面これ、うわ、ありがとうございます。 ありがとうございます。喜んでもらいました。ありがとうございます。すごいわ。うわ、すごい、ありがとうございます。これを、はい、そこに乗せて、でこれをあのビスで、あの裏側から止めないといけない。はいはい、徳井さん、はい、あんま貼ってないじゃないですか。何ですか。デカール、いやいや、朝7時に起きたらもうちょっと貼れたでしょ、これ。いやいや、わかりますよ。カフェオレを買いに行ってしまったから。カフェオレを買いに行ってももうちょっと貼れますって、これ。いや、やっぱりこれ貼り慣れてないからさ、やっぱりこのぐらいしか無理なのよ。絶対もうちょっと、これだって15分ぐらいで。おお。でもあんまりめっちゃ貼るつもりはなかったから。ああ、そうなんですね。これにあと、ほんまは、なんか数字系のものと、はい、まあもう、うん、3つ4つぐらいのことなんですよ。ちょっとあの、レトロキッズみたいな方向にね、自分の3年目と借りたい。そう、そうなんですよ。今回ね、せっかくなんで、僕、新しい車両、BBX。めっちゃかっこいいね。はい、これ作ってきたんですよ。めっちゃかっこいいやん、これ。色めちゃくちゃいいね。いいでしょ、これ、コバルトグリーンです、うん、で、ちょっとあのブリキの、あの昔の車のおもちゃみたいな、そんなイメージのやつ、レトロキッズなの。で、このステッカーをね、奥さんがあの自作で作ってくれて。あ、そうなんや。めちゃめちゃ作りやすかった。そう、昨日1日で作った。あ、そうなんや。はい、1日で完成までいったんで。いいでしょ、肉ですけど。いいですね。はい、そして、鉄球は、鉄球、はい、はい、カメラ持ってきました。おー、こちらです。いいね。僕のはこれ、こちら、ランチャー、ランチャーデルタです。うわー、いいね。そしてこれ実写買ったら高いじゃないですか。シュレグラぐらいでかいね。いいですね。あー、3台並ぶのいいですね。うわー、どれもかっこいいな。うわ、これは走らせるの楽しみ。いさあ、お昼ご飯、お昼ご飯はこちら、朝日さん、ここのラーメン美味しいです。鉄球ちゃん、ここのラーメン美味しいよ。あ、マジっすか。うん、なんか鶏パイタンラーメンが有名みたいな感じ。うん、それいっちゃいたいっすね。いっちゃう、ああ、いっちゃおうよ。うー、来ました、鶏パイタン大盛り、めっちゃうまそう。そうですね、同じやつ、同じやつですね。同じやつ、僕が特製の塩、はい、塩ですね。徳井さんも同じ鶏パイタン塩。あ、すみません、ありがとうございます。プラスの唐揚げ。ちょっと徳井さんのターボオプティマにトラブル発生。ここは緩んでましてですね、お、中のギアがガリガリ言ってましてですね、ちょっと何かが緩んでる系ですね。山花さんから嫌な言葉が、はい、結構バラさないといけないかもしれない。マジですか。でもちょっと深刻なトラブルかもしれません。そして先輩がそうやって頑張ってる間、我々後輩ラジコン楽しんでまいります。楽しんでくださいね。ちょっと鉄球ちゃんの走りを見せてもらおうかな。よろしくお願いします。お願いします。行ってきます。うわ、うまい、鉄球ちゃん、うまい。あー、うれしい。
いや鉄球ちゃんうまいぞ。あ、嬉しい。さすが俺を置いてグッチーと練習しに行ってきただけある。まだ恨んでたよ。鉄夫さんの倉庫です。あ、いいですね。折れました、ね、折れました、砕けましたね。あれ、徳井さん、折れましたねっていう声が聞こえたんですけど、大事件です。大事件、はい、もうこれです。ああ粉砕骨折です。行っちゃいましたか。行っちゃいましたね。なんか一人になったから、はい、出場が、はい、なんかビュンビュン飛ばしてたから思いっきりクラッシュしました。何なんですかね、そういうのあるんですかね。僕も初めてのサーキットの時半分ぐらいは修理してたような気がします。でもここでね、このテーブルでその辺を調整したりするのも楽しいですね。そうね、それ込みでね、はい、ただパーツがあんのかっていう、いや、山田さんの移植手術が行われるとしてるけど、使えます多分何ヶ月後かに完全に山原さんのラジコンに変わってると思います。入れ替わってると思います。修理頑張ってください。はい、あ、全然違うスピードが。わ、すごい。
うわ、すげえ、ターボオプティマすげえ。曲がるやろ。曲がりますね。全然いいけど、曲がるんだろう。腹筋のやつめっちゃ怖いよ、めっちゃ可愛いやつ走ってる。ポコポコ跳ねながら走ってる。でも意外と倒れない。うわってないですよ、ね、何かがまた何かフロントが駆動してないです。あ、ほんまや。あ、ここのシャフトが外れたんや。いや、あの二人ももう指全然動かないはずなのに無邪気にキャッキャ言いながらラジコンやってる。指は止める。今日サーキットデビューでうますぎないですか。めちゃくちゃうまい。いやにしてもね、寒い。いやでもやっぱオフロードいいですね。いいですね。ね、ダートコース。で前来た時とちょっとコースがね変わってるんですよ。でなんかジャンプ台とかもいい感じになってるんで、
ね、楽しい。ニッコニコやな。楽しい。楽しい。鉄球士、鉄球士、はい、ちょっと、はい、一緒に上級者コースデビューしよう。はい、しかもマシンが変わりまして、うん、はい、ヤマハナさんのヤマハナさんの高級マシンに入れ替わりました、はい、ちょっとね、オプティマミッド、ね、今から10分間この上級者コースが、ビギナータイムということで、ビギナーの僕らも走らせていい時間になります。緊張ですね。ね、俺もちょっと初めての上級者コースなんでドキドキしております。頑張ります。うわー、緊張する。あ、皆さんご迷惑おかけします。選ばれすぎいきなり転倒、すいません。いきなり転倒。でも皆さん優しい。お、すごいすごい。上手上手。ジャンプした。わあ、すいません。4.2
いやー楽しかった怖かった難しかったジャンプ決まるとすっごい楽しいねめっちゃ気持ちいいですね、いや2回綺麗に飛べた時あったんですよいやー満喫したお前は集中したすごい集中した飛べた飛べましたか壊しちゃったかもしれないはいありがとうございました。ありがとうございました。さあそんな感じで我々つくばラジコンパークの方に約8時間ほどいたんですがそれでも3人とも思ったのが全然時間が足りない。いやもう本当にねずっと楽しかった。徳井さんなんかは帰り際にラジコンマガジンさんにこれ月1ペースでやりましょうってずっと言ってたんでまあそこまでハイペースではないにしろ定期イベントにはなりそうですね。ラジコン仲間も徐々に増えてきましたのでそのうち大人数で行ってみるのも楽しいかもしれないなとか考えておりますといった感じで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。